長勝寺は、茨城県伊子市にある臨済宗明神寺派の寺院である。三号は、海雲山。本尊は、阿弥陀如来。同庄は、国の重要文化財である。伊子市内の東海山と呼ばれる丘を背にして、JR 伊子駅にほど近い市街地内にある寺院。文治元年に、源の頼朝によって創建されたと言われており、江戸時代に、 徳川光国が書道を修復し、大国祖、聖はなおに従事させた。金世の主因は十国で、自運は流星して、現在に宝刀を継いでいる。老門と奥にある阿弥陀三尊を本尊とする、入りも屋造りかやぶきの仏殿は禅宗様建築の遺構で、禅寺の風格を保つ。また、中主門の中の栗、書院等も、元禄時代の建築で、 水戸徳川やゆかりの宝物を収蔵している。これら建物のすべては、茨城県の文化財に指定されている。また、国の重要文化財に指定されている道省は、鎌倉幕府第14代執権である、北条高時の寄進で、元徳2年の中蔵である。約1万5000平方メートルある、境内地には、源の頼朝創建の年号にちなむ文字灰と、呼ばれる古木のほか 松尾芭蕉の旅人と我がな呼ばれる初しぐれの句を告したしぐれ塚、鹿島気候で、地元の自順定松江との交流を示す連句の石踏みがある。この寺の創建年代等については、江戸時代に火災などにあったことなどから不詳であるが、文治元年に源の頼朝が武運長久を祈って創建されたという。江戸時代には、元禄四年伽藍の後輩を惜しんだ徳川光国が、 道具を修復して、病心寺の253世住職を務めた、ふとし学祖清禅寺を中高解散として迎えた。江戸幕府から衆院十国並びに寺領地が与えられた。1984年に本堂と三門の解体修理が行われた。道将山和本堂、ありがとうございます。